はいこんにちはポップですエフェクチャンネル5月8日土曜日今回は週末スペシャルということで新興国通貨3ペア3通貨の中長期的な目線からの解説をしていきます順番はいつも通りメキシコペソ円から始めまして南アフリカランド円トルコリラ円の順番で解説をしてきますのでよろしければ最後までご視聴ください。 今週の新興国通貨は、週末の雇用統計を受けまして、一気にね円安方向に進んでいきまして、ロングを取るタイミングがペソとランドはね遠ざかってしまった状況でございます。今、ポジションを持っている方には、かなりね含み益が出ているかなというところでございますが、ちょっとね新規でロングを組もうという方にとっては、ペソやランド、なかなかねロングのタイミングが起こらないという状況でございます。 それではね、まずはトップバッターのメキシコペソから見ていきたいと思いますので、まずは右側のチャート、メキシコペソ円の60分足ですね、約1週間の時間軸でございますが、こちらから見ていきましょう。まず、今週の初めのメキシコペソ円は5.4円付近からスタートしまして、 まあこれはね、木曜日の終わりがけまでね、5.4円を挟みながら、うろうろということでね、ちょっとこの5.4円を完全に割り込んだな、危ないなというところでございましたが、これは木曜日の深夜からですね、ロンフィクが終わった後から、じりじりとね、こちら5.4円から反発しまして、そして高止まりの中、雇用統計を迎えた後にですね、アメリカの雇用統計がとても悪かった。 失業率にしましても、非農業部門の雇用者数にしても悪かったということで、アメリカの短期金利が長期にわたってね、利上げが行われないというところを受けまして、再度ね、ピークを迎えて5.45を超えてきたというのがね、メキシコペソの1週間でございます。なぜね、アメリカの金利が上がらないと。 新興国通貨の通貨が上がっていくかというところでございますが、やっぱりね新興国通貨というのは、アメリカドル建てでの債務、いわゆる借金がね多いというところでございますので、これが長期金利とともに短期金利が上がってきてしまいますと、やはり利払いが多くなってしまって、財政が悪化する。 そうすると、いわゆる、ね、国の力が弱くなり通貨の力も弱くなるというところでございますが逆に、ね、アメリカドルが長期間にわたって低金利が続くという形になりますと新興国通貨は楽になりますので、まあ、このまま上がっていくというところですね。 あとは、えー、ドルの長期化というところで、まあ、ドルから、ね、資金がやっぱり低金利でありますと逃げていきますので、少しリスクを取ってでも、まあ、利回りが高いもの、そして値上がりをするものということで、株式相場や新興国通貨に、ねえー、資金が流れるというところで、ねまあ、ドル建てでも、えー、このメキシコペソは上がっている状況でございます。 まあこのような形でね、ちょっと新興国通貨、えー、雇用統計が悪かったことによって、ダウは最高値を更新、そして新興国通貨にも資金が流れるということで、ロングは今は取れないという状況がわかるかなというところですね。 そして、4時間足ご覧いただきますと、こちらですね、約1週間、1ヶ月間の、ね、時間軸でございますが、5.4から5.45の、ね、レンジが長らく続いておりまして、ちょっとね、今週の部分いきますと、5.4円、底辺のところでね、サポートのところでうろうろしておりましたので、ちょっと危ないかなというところがあったんですが、今回の雇用統計前からの、ね、上昇によりまして、5.45を超え、直近の、ね、レジスタンスラインを超えてきたということで、この5.4円を破るのは、 可能性はかななり低くなったとというところでございます、まあ、こうなりますとね、もう空中戦に入っておりますので、とてもロングを取るような相場ではございませんし、冷やしチャートでご覧いただきますと、5.3円ですね、日頃の動画解説もお話ししておりますが、過去のレジスタンスラインが1 1回、2回、3回とねレジスタンスを受けたところ、これが5.3円でございますので、過去のレジスタンスラインがサポートラインに切り替わる5.3円、えー。ここまで待ちましょうというお話をしておりましたが、5.4円、これをね反発してしまいましたので、ちょっとねタイミングとしてはまだまだ待つのも相場。まあ、新興国通貨というのはね、ね年に何回もロングを取るということではなくて、 まあ、ぜぜ全体的な地合いが悪いと言いますか、株式相場が、えー、下がって、まあ、全体的に相場が、えー、悪いという状況で、新興国通貨を拾い始めるというところからいきますと、えー、ダウが最高値更新して、まあ、雇用統計で、ねえー、ドルが下がっている状況であれば、新興国通貨、なかなか下がってこないかなというところでございますので、まあ、こういったところ、しっかりと、えー、待っていただきながら、えー、ロングは、ねえー、まだまだ取らないというところが、一つの選択肢だと思いますので、えー、ちょっとね、ゴールデンウィーク5.4円割り込んだら、 5.3円チャンスですよというところもあったんですがそのお話は忘れていただくというところがよろしいかと思いますのでご了承くださいはい、えー、以上でねメキシコペソ円の解説を以上としまして、えー、続いて、えー、さらにね上げております南アフリカランド円を見ていきましょうはい、えー、ランド円はね、えー、すごいですね7.7円すら超えてしまいまして、えー、メキシコペソ以上に上昇しているというところでございます 今週の、ね、スタートを見ていただきますと、7.55付近からのスタート。週の前半はこの7.55を挟みながら、上は7.6、下は7.5というね、100ピプスの間をうろうろという状況でございました。ただ、週の半ばからですね、7.6円を上回ってきますと、 木曜日から金曜日にかけて、また上昇に加速がつきまして、極めつけはね、先ほどもお話ししました雇用統計で7.7円をぶち上げてね、ほぼほぼ1週間の高値、そしてコロナウイルス感染拡大後の高値もね、つけるということで、まあ、ランドの方ね、なぜこんなに上がるのかというところが不思議ではございますが、まあ、コロナの影響もあろうかと思いますが、とにかくね、今は投機的な資金が米ドルから他の株式や新興国通貨に流れているというところがね、 鮮明になったところでございますそして1ヶ月間のね時間軸の4時間足ご覧いただきますと基本的なレンジは7.5円から7.6円というところで、まあ、突発的にね7.6円を上抜けして7.7円に近づくところがありましたが今回は7.7円ですら超えてしまったというところでございます。 まあこれがね、えー、踏み上げ相場かといえばですね、えー、ランドをショート取るという方はそこまで多くはない。大体投資家のね、えー、1割ぐらいしかショートを握らないという形でございます。新興国通貨。まあ、そう考えますとね、えーまあ、踏み上げというところよりも自然にねドルから資金が流れているという見方がよろしいかと思います。えー、そして7.7円超えてしまいますとね、えー、冷やしチャートご覧いただきますと、もう青空が広がっているというところなので、売り圧力はほぼない。 ここはね、もう少し、えー、バっとね、上げても、いつ上げてもおかしくないような水準になっております。えー、そして、えー、日々のね、動画、新興国通貨の動画をご覧いただいている方は、えー、分お分かりだと思いますが、えー、7.3円で待ちましょうというところはね、えー、かなり離れてしまいまして、まあ、400ピプスしたという形になってしまいましたので、これはね、えー、もう可能性としては、えー、しばらくね、えー、ロングを取れる機会は少ないかなというところでございます。 まあこういったところはね、えー、ポジション取ってなければ、まあ指を加えて見ておくだけ。えー、かといってね、新興国通貨、ショートをお勧めしているわけではございません。えー、ショートというのはね、えー、やっぱり、ね、新興国通貨、タイミング難しいですし、スプレッドも広く、スワップ金利もつくというところでございますんで、まあ、ショートは取らず、えー、落ちてきて、株式相場が悪い、えー、そしてね、えー、相場全体が低調なところで拾っていくというのはね、えー、ペソ同様でございますので、えー、ここは一旦ね、7.5円のサポートが入って、逆に上方向に行ってしまいましたんでね。 えー、このあたりは7.3円、まだ見方は変えておりませんが、ロングは取れるチャンスはほぼノーチャンスという状況でございますので、ここもね、えー、待つのも相場、休むも相場ということでね、まあ、先進国通貨のデイトレやスイングトレードをやっていくというところでよろしいかと思いますので、えー、南アフリカランドのロングは少し置いといていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上でね、えー、南アフリカ、ランド円の解説を終わりまして、えー、最後に、えー、こちら、トルコリラ円ですね、唯一、えー、ロングがね、組めるかもというところでございますが、トルコリラ円見ていきましょう、はいえー。トルコリラの方はですね、えーまあ、エルドアン大統領の中央銀行総裁の更迭の事件があってからですね、えー、まだまだ上値が重い状況が続いておりまして、13円前半をね、えー、うろうろしているという状況でございます。 今週1週間を見ても大した動きはなくですね、下は13.05ですね、そして上は13.20ということで、まあ、15ピプスぐらいしか動いていないということで、同意にかける展開が続いております。そして4時間足の1ヶ月間のチャートをご覧いただきますと、 こちらねトルコリラショックのあと、ね、13.50レジスタンスを食らってしまって一旦ねん13円割り込んだときには12円ぐらいね市場最安値まで行くかというところがあったんですがなんとか V 字回復で逃れたというところがあります。 ただね、この13.50の前の、ね、レンジのところのサポートラインがレジスタンスラインとなりまして、13.25から30を抜けることができない。こうなってきますと、じりじりと下がっていまして、移動平均線24もですね、平均足、その移動平均線24を平均足が下回ってしまったというところになっておりましたが、まあ、多少なりともね、今回のアメリカのずっこけですね、雇用統計のずっこけによって、トルコがね、まあ、ごくわずかですが、 相対的に買われていいるというとうころでございます、まあ、このような状況で、ね、一応4時間足の移動平均線、横ばいなんですが、平均足が、ねまあ、上方向にちょっとね出ているというところで、まあ、お試しのロングであれば、この水準であれば OK ですと。しかしながらですね、13円を割り込んでしまいますと。 一気に、ね、12.75、このサポートはあまり期待できませんので、13円割り込むと一気にオーバーシュートが落ちる可能性がありますので、もしお試しロングをするんであれば、13円割ったところで損切りをするぐらいの、ね、考え方じゃないと危ないかと思いますので、このあたりね、ロングを組むんであれば、13円よりか下側でストップロスをかける。 これが大事だと思いますので、もしねロングを考えている方、あまりねおすすめはしたくはないんですが、どうしてもねしたいという方はですね13円の下側でストップロスをかけるというところはね忘れずに考えていただければと思います。そして、冷やしチャートですね。 はいえー、こちらご覧いただきますと、えー、トルコリラショックということで、えー、エルドアン大統領が中央銀行の総裁ね、えー、勝手に、えー、利上げをし上がってということで、えー、こちらはね、えー、鋼鉄が入って、一気に15円から13円割れというね、えー、下落があったというところでございます。 まあその後、ね、えー、ちょっとリバウンドがあったんですが、えー、移動平均線下がってきておりますので、それに頭を押さえつけられているというところでございますが、ちょっとね、冷やしベースで陰線から予線、まだ移動平均線24の下側ではございますが、一応13円ね、過去にもダブルボトムがついておりますし、今回抜けたところもね、えー、サポートが入ってますので、まあ、13円割り込むまではですね、えー、まあロングをお試しでもいいかなというところでございます。 えただ、13円割ってしまいますと、史上最安値の12円が見えてくるところと、13円の下側ね、この12円以外は、前回のね、12.75、ここのサポートしかない形でございますんで、ちょっとね、この辺りのロンガーが一気に投げ始める可能性が、13円を割り込みますと、ありうるという状況でございますんで、そこはね、素直に13円切ったら、1回え損切りをしておいて、また12円との間にですね、4時間足、もしくは冷やしベースで、 陰線から陽線というサポートが入ったら、また入り直せばいいというところでございますので、まあ、大きなロットでね、えーまあ、損切りするにできないというところじゃなくて、お試しサイズで入っておいて、まあ、13円割れたら、えー、損切り、えー、そして、えー、そのままね、ズカッと下がって、4時間足および冷やしチャート、どちらかでですね、えー、陰線から陽線で入り直す。 それかね、えー、もしくはお試しでそのままロングで、えー、そのまま上がっていった場合はロングを保有するというところでね、えー、よろしいかと思いますので、あまり大きなロットでロングを組むにしても入らないように気をつけていただくというところがね、大事だと思いますので、参考にしてください。はい、えー、以上でね、今回の新興国通貨、サンペア3通貨の解説を以上といたします。えー、この他にも先進国通貨の米ドル、ゴードル、ポンド、ユーロに関しての動画をアップしておりますし、 あとは、えー、コモディティということで、えー、ゴールド相場ですね金相場の解説もしておりますのでご興味ある方、えー、そちらの動画ご覧いただければと思います、えー、それでは今週1週間お仕事とトレードお疲れ様でございました、えー、また来週ね、えー、ゴールデンウィーク明けという形でございますがお仕事もトレードも頑張っていきましょうバイバイ